자, 오늘 아침에 이사야 58장 시작했죠. 今朝 이사야 58장 お伝えいたしました。 이 시간에는 좀 마무리 부분을 하겠습니다. この時間はですね、少しまとめの方に入りたいと思います。 자, 이사야 58장 전체는 이 시기에 필요한 기별이다. 이사야 58장 전체はですね、 この時代に必要なメッセージですね。 그래서 이것을 셋째 천사 기별 혹은 현대 기별이라고 합니다. ですからこれを第三天使の使命あるいは現代の使命と言います。 자, 지금부터 제가 말씀드리는 이 용어들이 생소하게 들리는 분들이 여기 몇 분 계시겠지만 그냥 들어두면 좋을 것이에요. 今私が申し上げる内容がですね。 なかなか聞き慣れないような言葉があるのかもしれませんけども、まあ聞いておかれたらいいですね。 제가 이 말씀을 풀어가면서 한 단어 한 단어를 집어넣을 때 이걸 알아들으실 분들이 여기 많이 계시기 때문에 제가 이렇게 하고 있습니다. まあ一つ一つの単語をですね、まあそれを聞いてお分かりになる方々もいらっしゃいますので、あえてそのことを申し上げています。 예수님이 이 땅에 오신 것은 안식일을 회복하러 오셨다. イエス様がこの地上に来られたのはですね、安息日を回復するために来られたと申し上げました。 하늘에서부터 무너진 율법은 안식일입니다. 네, 天からそのもたらされたもののうち、この倒されたのが安息日ですね。 창조주와 피조물 관계에 흐르는 그 사랑의 법이 지속되었더라면 지금 열 계명은 필요가 없을 것이에요. 神様と人との間でもたらされたその 愛という戒めが崩壊壊されなければですね、今現在私たちが持っています10回は必要なかったでしょう。 그저 사랑이라고 하는 그 법칙에서 서로가 하나로 연결되어 영원히 살게 되어 있는 나라가 하늘나라예요. 愛というですね、絆に基づいてお互いに助け合って生きることができるのが神の国ですね。 근데 출애굽기 20장의 열 계명은 범죄한 인간에게 필요한 계명이에요. ところがその出エジプト記20章にあります10の戒めはですね、罪を犯した人々に必要な戒めです。 사단에게 속아서 살고 있는 이 땅 모든 사람들은 다 우상을 만들고 절하고 섬기고 있기 때문에 그거 하지 말라는 것이에요. この悪魔に騙されてですね、この地上であらゆる偶像を拝んでいる人々にですね、それをする必要はないと教えます。 하늘에는 우상을 만들지 말라는 법이 필요가 없었어요. 手においてはですね、偶像を作ってはならないという律法は必要ありませんでした。 오직 창조주 그분만이 참신이고 그분께만 경배를 하는 것이 너무나 당연하기 때문에 그런 법이 필요가 없죠. まあ創造主たる神様を礼拝し拝むあまりにも当然のものなので、そのような律法は必要なかったんですね。 근데 사탄은 내가 하나님의 경배를 받기 위해서 이 땅에 많은 우상들을 만들고 있는 것이에요. ところが悪魔はですね、自分が崇拝の対象になるためにですね、この地上にあらゆる偶像を作っています。 그리고 안식일을 기억하여 거룩하게 지키라고 하는 그 기억해야 할 안식일이 에덴의 안식일을 기억하라는 것입니다. この安息日を覚えて聖とせよというふうにおっしゃったその覚える安息日。 これが まさにですね、エデンの園において制定された安息日ですね。 죄인들에게 안식일을 기억하라고 하는 것은 에덴의 안식일을 회복해 주실 예수님을 통해서 영원한 안식이 회복된다는 것을 말씀하시는 것입니다. 人々に 安息日を覚えなさいというのはですね、このエデンで制定された安息日をイエス・キリストを通してもう一度回復すべきであることをおっしゃっています。 그래서 열 계명 중에 넷째 계명은 하나님의 인이 되고 은혁이 되는 법이에요. ですから第4の戒めというのはですね、神様の戒めであり、また印となる戒めですね。 여러분, 다섯째, 여섯째, 일곱째, 여덟째, 아홉째, 열째 계명은 다 이 세상의 죄인들에게 이런 거 하지 말라는 법 아닙니까? そして5番目からですね、10番目までの戒めは この地上で罪人が生きる際に守るべき戒めを教えてくださいました。 이것은 우리 인간과 창조주의 믿음으로 말미암는 의의 관계가 회복이 되면 다 되는 계명들이에요. これらはですね、神様との関係を回復すれば全て守ることができる戒めですね。 그래서 율법 회복도 사랑으로 온전하게 회복될 것입니다. ですからこの律法の回復もですね、愛に基づいて回復されるものです。
그 모든 율법들은 사랑 안에서 완전하게 될 것입니다. 全ての 律法가 ですね 愛 のうちに 完成になるでしょう. 그 사랑은 하나님께 속한 것이고 예수님을 받아들일 때 내 마음에 새겨지는 품성입니다. この律法が神様にあって与えられるものであり、またこの心のうちにですね品性として刻まれるものです。 하나님의 품성인 사랑이 내 마음 안에 새겨지면 우리의 행동은 사랑의 행동을 하는 것이에요. この神様の戒めが私の心の中に刻まれるならばですね、私たちの行動は愛に基づく行動となります。 그것이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 계명입니다. それが神を愛し、そして人を愛する戒めです。 이 계명을 하나로 하면 사랑이지요. この戒め全体を一つにすれば愛という言葉で飾れます。 자, 그러면 그 사랑이라는 복음이 우리의 생활에 실천되어 사라지는 것이 의료 선교라는 겁니다. で、そしてこの愛というものがですね、生活の中でこの実践されるものが健康伝道であるということですね。 그것이 구체적으로 이사야 58장에서 기록되고 있는 것이에요. それが이사야 58章にですね、記されているんですね。 시대 소망 전체는 예수님의 믿음으로 말미암는 의를 써놓은 책입니다. 각 시대의 기보, 이것은 예수様의 신권으로 기를 기록しています. 예수님이 인생을 얻고 이 땅에 오실 때 믿음이 필요했을까요? 예수様が 人の 인생을 얻고 この 地上に 来られる 時 신권이 필요だったでしょうか? 예수님은 자기 자신을 아버지께 온전히 드리고 비우고 오직 아버지를 믿는 믿음으로 아버지와 하나 되어 이 땅에 오신 사람입니다. 예수様はご自分を完全に明け渡してですね、そしてこの地上に父の御旨を行うべくこの地上に来られました。 날마다 아버지께 드리는 예수님의 기도는 자신의 지성과 감성과 의지를 하나님께 드리는 기도를 하셨어요. 毎日イエス様が捧げる祈りというのはですね、父なる神に自分の知性、感性、意志を完全に委ねる祈りでした。 예수님의 그 모든 것을 그 의지까지도 아버지가 쓰셨습니다. 예수様のその意思に至るまでも全部神様が用いられました。 예수님은 스스로 일하지 아니하시고 아버지가 일하시도록 자기를 아버지께 드린 것이 예수 믿음입니다. 예수様は自分のものを持たず、すべて父なる神様にお委ねしていたんですね。それがイエス様の信仰でした。 그래서 인생으로 이 땅에 오신 예수님이 자신을 아버지께 온전히 드렸을 때 아버지가 예수님을 통해서 아버지의 일을 하신 것이 예수님의 삶이었어요. 예수様のお働きとはですね、自分を父なる神様に完全に委ねて、そして全く父の御旨を成していくものでした。 그래서 예수님은 내가 하는 일은 다 내가 하는 게 아니라 아버지가 하신다 그랬죠? ですから私は何もできない父の御旨を行うのみだとおっしゃいました。 예수님이 입에서 나오는 모든 말씀은 내 말이 아니고 내 아버지의 말씀이라고 하셨죠? 예수様の語る言葉はですね、すべて父の御旨を語るものでした。 예수님은 이 땅에 아버지의 뜻을 행하기 위한 아버지의 통로가 되셨습니다. この地上でイエス様は父の御旨を行うためのですね、道具となられました。 예수님의 믿음은 아버지와 하나 되는 믿음이었습니다. 예수様の 信仰とはですね、父と全く一体となる信仰でした。 그러면 요한계시록 14장 12절에 마지막 성도는 예수 믿음을 지켜야 된다고 할 때 그 믿음은 예수님과 같은 믿음입니다. この目録ですね、14章12節、イエスの信仰を持ち続けるという時の信仰というのはまさにイエス様が持っておられた信仰です。 마지막 성도의 신앙은 오직 예수님에 대한 믿음이어야 합니다. ですから終わりの時代における終わりの時代の信仰というのは唯一イエス様の信仰でなければなりません。 오직 예수를 믿음으로 받은 그 사랑으로 그 의로 살아가는 것이 믿음으로 말미암는 의입니다. このイエスキリストの信仰を受けて そしてその愛を持って生きる、それがイエス・キリストによる信仰の義ですね。 예수 믿음을 지킨다는 것은 예수님에 대한 믿음이면서 예수님이 아버지를 믿었던 그 믿음과 똑같은 믿음을 가지라는 뜻이에요. 예수의 신고とはですね 예수 그리스도를 신지る 신고であり, 또한 예수様が 父に 완전히 자신을 委ねた あの信仰ですね。 자, 그러면 이사야 58장은 우리 자신을 예수님께 온전히 드렸을 때 예수님이 나를 통해서 예수님 일을 하신 결과가 이사야 58장의 빛된 삶입니다.
このイザヤ書58章のですね、光に満たされる生活とは、自分自身をイエス様に完全に渡して、そしてイエス様の御旨を生きることができる生き方を言います。여러분이부분에있어서절대로행위신앙으로도전하지마십시오。この働き、この行うことにおいてですね、決して行いによる信仰というのは必要ありません。내가이렇게좀이제제대로살아보겠다고노력하지마십시오。私が今からはですね、少しまとめな生活をやってみようと思う必要はないですね。그저내자신을주님께드리세요。主に自分を委ねるんですね。제가이매시간이말씀을가지고여기있을때제가드리는기도가한시간도빠짐없이바로이기도예요。私がこの毎回ですね、この時間に立つときに一度も欠かさず捧げる祈りがこの祈りですね。예수님연약한이딸을이시간하늘의기별을통과시키는도구로사용해주세요。신하는神様、この弱いものをこの神様の天における恵みを通す通路として用いてください。하늘의기별을통과시키는통으로제가사용된다면저에게는가장큰영예로운일입니다。神様の御旨をその通す通路としてもし用いられるならばですね、私にとってはこれは最高の栄光ですね。제가만약에이사야58장의사업을지금까지하고왔다면그것은주님이내안에일하시게된그통로로서의일을했던것이지。もし58章に記されている働きを私が今日それを行っているならばですね、それは神様の御旨をこの地上でなす通路として用いられたことを意味します。저는제인생마칠때까지예수님이쓰시는사람으로있기를원합니다。私は自分の人生が終わるまでイエス様に用いられる人でありたいと願っています。자이셋째천사의기별안에는첫째와둘째천사의기별이만나졌어요。第三天使のメッセージの中にはですね、第一、第二の天使のメッセージがそこに含まれていますね。그래서거듭나고성화되고완전케되는경험입니다。そしてこの生まれ変わり、そして成果し、そして完全になるまあプロセスとなります。이것이내노력이나내의로되는게아니라예수님을받아들임으로시작된복음입니다。これが私の努力やですね、頑張りでなされるのではなくて、イエス・キリストを受け入れることによって始まる福音です。내안에예수님이들여오심으로참된예배가이루어지면바벨론에서자유로부터나오는것이에요。イエス・キリストをお迎え入れした時にですね、私の中から生まれてくる信仰、바빌론から出てくる信仰ですね。둘째천사가바벨론이무너졌다고하는그바벨론은요예수님받아들으면내자아의바벨론이무너지는것이에요。この第二の天使のですね、バビロンが倒れたというあのメッセージはですね、イエス・キリストを迎え入れれば私自身の中にあるバビロンから出てくることができるメッセージなんですね。내가주인으로살아가던이자아의바벨론이무너지면이제는우리의생각이나일이나말이나우리의가치관이다세상에서부터분리됩니다。私自身が主人であったこのバビロンでの生活、それを主に委ねることによってこの世のあらゆるものを自我からですね、解放されるわけですね。여기에건강개혁이일어나고또교육개혁이일어나고가정회복이일어나고안식회복이일어납니다。健康の改革が起こりですね、そして家庭における改革、そしてこの健康の改革なども行われます。첫째천사의기별을받아들이게되면우리의삶속에우리의생각속에부흥과개혁이일어나는것이에요。この第三天使のメッセージを受け入れるならばですね、私たちの中で成長が生まれ、そして改革が生まれ、信仰が成長していきます。그래서요한계시록13장에짐승의표환란이시작되면셋째천사의큰해침에들어가는것입니다。묵시록13장ですね、この獣の印が始まるならば、まさに終わりの時代の後の雨の働きが始まります。첫째천사와둘째천사의기별을받아들이고바벨론에서나온자들이바벨론에서나오고안식을회복하도록외치는것입니다。この第一天使、第二天使のメッセージが告げられるとき、バビロンから出てきた人々がですね、バビロンから出てきなさいと叫んでいくんですね。이셋째천사기별이이사야58장운동으로일어날것입니다。そしてこの第三天使のメッセージはこのイザヤ書58章の働きとともに始まります。リベンテガルト지할권의말씀읽어드리겠습니다。어제보내드린거아오늘보내드렸어요。리벤드할요네그런지
리뷰지에서 있는 걸 좀 여러분께 읽어드리겠습니다. 개혁자들이 되려는 사람들의 특징이 여기에 주어져 있다. 그들은 셋째 천사의 기별이라는 깃발을 들고 있을 것이다. 그들은 스스로 하나님의 계명을 지키는 백성들이라고 공언하는 사람들이요. 하나님을 영화롭게 하고 온 우주가 보는 앞에서 열렬하게 오래 황폐된 곳들을 세우는 일에 종사하는 사람들이다. 누가 그들을 가르쳐 무너진 데를 수보하는 자라, 길을 수축하여 고할 곳이 되게 하는 자라고 일컬었을까? 하나님들이 그들을 그렇게 일컬으셨다. 그들의 이름은 하늘의 개혁자들, 수보하는 사람들로 적혀 있고 역대 파괴된 기초를 쌓는 사람들로 등록되어 있다. 개각시자다치 니 나로부터 스시도비도노 독초가 고니아르 카레라와 다이센테시노 심에 또유 하다오 각하게때 이르 카레라와 미즈카라 카미노 이마시메오 마무르 타미데 아르토 지후스루 히도데 아리 카미노 에코 키시 젠텐가 미루 마에데 네스레스니 조기니 받았대 고하이시다 도고로 다테나우스 코도니 지우지스루 히도비도데 아르 다레가 카레라오 사시데 야브레오 쿠스로우 히트모노 또 および 시가요 쓰러떼 쓰러떼 시구매 시가요 쓰러떼 스무백개 도코로토 나스모노토 요부요니 나루노카 카비가 카레라오 소 요바레노데아루 카레라노 나마에와 텐니 카기각사다치 소시테 쓰러우모노토시테 기록사레 레키다이니 하카이사레타 기소오 기스쿠모노토 도록사레테 이루. 자, 예수님을 나의 주인으로, 안식일의 주인이신 그분을 내 마음의 주인으로 영접함으로 우리는 바벨론에서 나오면서 대대적인 개혁이 자기의 삶 속에 일어납니다. 예수 그리스도 私の心の主 안속으로 ですね 主として 迎え入れる 人々は この終わりの時代 大いなる 働きに 就くことが できます. 그래서 이 세천사 기별을 전할 사명을 받은 재림교회는요 교육개혁을 하고 있지 않습니까? ですからこの三弟子の使命に扱っているこの教会はですね 教育の改革に携わっているんですね 그게 삼육 교육입니다. それが三育の教育となります. 그럼 건강개혁이 일어납니다. そして健康の改革も行われます. 그 건강개혁으로 세워질 병원이 위생병원이에요. その健康の改革として作られた病院が衛生病院ですね. 지금은 세상 교육과 세상 의학이 다 들어와 있지만 원래 하나님의 의도는 그게 아니었습니다. 今はですね 교육や 병院이 ですね 世の中のいろんなものが 混ざっていますけども 本来の神様の意味は意思は異なるものでした. 그 다음에 이들은 참된 예배 회복이 있기 때문에 성경의 안식일을 회복합니다. これは真のその改革が含まれていますので聖書に記録されている安息日の改革が含まれます。 여러분, 성경에서 말하는 안식일은 창세기부터 계시록까지 다 봐도 일요일이 예배일이라는 것은 한마디도 없습니다. この聖書が言う安息日というのはですね 創世記から黙示録まで見てもですね、その日曜日が安息日であるということは一箇所にもありません。 창세기 2장의 창조 때에 세워진 그 안식일, 잠깐 이 땅에 인간이 변경을 시킨 것을 계시록 14장에 가면 마지막 회복자들이 이거 안식일 회복하게 돼 있어. この今安息日というのはですね、一時的に人々に変更によって日曜日に変わっていますけれども、目録中4章を見ますと、改革者たちによってこれはですね回復されていくことになります。 사실 이 땅에 안식일 회복 운동이 능력으로 일어나는 게 지구 역사의 마지막 복음 사업이에요. この安息日がですね、完全に回復されるということが地球の歴史の最後の働きですね。 그래서 요한계시록 13장의 짐승의 표 환란은요, 온 세상으로 하여금 짐승에게 경배하라고 하는 것입니다. 짐승의 우상에게. この黙示録13章ですね、獣を拝ませるという働きですね。全世界的に獣に拝ませます。 자, 짐승이 뭔지 우상이 뭔지를 이제 우리가 예언 공부를 하면 그게 바로 안식일 일요일 성수를 하라는 명법적 명령이 온다 이 말이에요. このですね、獣についてのこの教えというのを聖書を見ていきますとですね、私たちは本当に深い意味を知ることができます。 온 세상이 법적으로 일요일을 성수하라는 운동이 계시록 13장의 예언으로 일어날 것을 말하고 있는 것이에요. 目録の13章を見ていきますとですね、これから世界的にこの日曜日なる日を聖なる日として区別していくということが予言されています。 하나님의 율법을 정면으로 대항하고 무너뜨리려고 하는 정부의 힘이 강요될 때 하나님께서는 그 백성들에게 노점비를 보십니다.
この神様の戒めをですね、各国家、政府レベルで変えようとするときに、神様はこの終わりの時代にご自分のために後の雨を注いでくださるんですね。바로안식일이라고하는셋째천사의깃발을들고이사야58장사업을외치고있는사람들에게늦은비가부어져요。この安息日という旗を持って、イザヤ書58章のですね、この後の雨の働きをするとき、その終わりの時代の働きをするときに後の雨が注がれるんですね。여러분시대의소망에서예수님이행하신그이적과기적은요이마지막백성들이늦은비의권능으로받으면이루어질그이적들입니다。イエス様がこの各地帯の規模を読んでいきますと、イエス様が行っておられたあらゆる奇跡ですね、これはこの終わりの時代、この後の雨を受けた時に神様のご自分の民が行うべき奇跡なんですね。그늦은비의권능이우리에게임하려면지금우리는늦은비가올수있는일을하고있어야되잖아요。この後の雨を受けるためには、後の雨を受けるにふさわしい立場になる必要があります。그래서이사야58장은요이대로계속재림때까지이사업이이루어질길을보여주는것이에요。이사야58장これはですね、イエス様が再び帰ってこられる時まで続けるべき働きを示していますね。그래서이사야60장에가면요이빛이온세상에비춰지기시작합니다。そして60章に行きますと、この光が全世界を照らします。그리고이사야61장에보면예수님이행하신그이적이반복되면서마지막성도를통해서일어납니다。イザヤ書61章、イエス様のその働きがですね、まさに信徒の方々を通して行われます。イザヤ62章부터가면은시온의딸들에게하나님의영광의빛이비쳐나간다는것이에요。そして62章にはですね、시온の娘たち、神のために栄光の光が照らされます。이게늦은비가오는길을우리에게열어주고있단말이에요。ですから後の雨のですね、注がれるその道が開かれていることを示しています。우리는하나님이가르쳐주신이빛을따라일을할때에거기에는늦은비가약속되어있는일이더라이말이에요。神様の御心に従って働くときに、神様がその後の雨を与えてくださることが約束されていますね。늦은비의큰해침은이땅에일요일성수운동이일어날때하나님백성은안식일회복운동을하는것입니다。この後の雨のですね、叫びというのは、この潮に日曜日が聖日となっていくときに、神の民がですね、安息日を回復するために叫ぶことを意味します。그래서세상바벨론에있는하나님백성들을안식일기별을통해서불러냅니다。そしてこの後の雨、神様の戒めを守る人々を通してバビロンから人々を招き出しますね。예예계시록18장의운동이일어날때이제예수님이이땅에오셔서행하셨던그권능을부어주실거예요。묵시록の18章ですね、イエス様がこの地上で働いておられたあの力を後の雨の時にご自分のために注がれます。그럼지금우리가어떻게준비해야되겠습니까？今我々はどのように準備すべきでしょうか？이사야55장에도보면악인은그길을불행자는그생각을버리고내게로돌아오라그랬잖아요。もう이사야55章、악인はその不義の道を捨て、そして私の方に戻ってきなさい。그리고회복시켜준다고다약속하셨잖아요。そして皆を回復してくださると約束しておられます。그다음에이사야57장에서도우리가진실로회개하는자의마음에하나님이임하신다고되어있잖아요。57章を見ますと、本当に悔い改める人々の心に神様が望まれる。하늘에계신우리하나님은통회하는자의심령에임하셔서우리를치료하겠고고쳐주겠다고약속하셨잖아요。この地上で心を痛めながら叫ぶ人々のですね、ところに望まれ、そして私たちを回復してくださると約束しておられます。그일이어떻게되는것인지를이사야58장에서전체흐름을다보여줍니다。それがどのようにして実行されるのかを五十八章全体を通して示しておられます。늦은비운동이끝나고복음전파가되고나면예수님재림하시고우리는하늘에들어가는것입니다。この後の雨の働きが終わればイエス様の再臨し、私たちは天に帰りますね。그래서이사야66장에는새하늘과새땅이열리고있는것입니다。そして이사야서66章、新しい新と新しい天と新しい地が開かれます。구원받은모든피조물세계가이제창조주께경배하는참된예배가회복되는것이에요。救われたすべての人々が神様を礼拝し、神様を賛美する真の礼拝の回復です。영생은영원한안식을회복하는것입니다。永遠の命とはですね、永遠の安息を回復することを意味します。이들이무너진데를수복하는자들입니다。まさにですね、崩壊した城を建て直す人々です。근데이들이이땅에서하는일이뭡니까？
그러니까 이사야 58장의 사업을 하는 것이에요. 근데 この 人々がこの地上でどういう働きをするかというと、イザヤ書58章の働きをします。イザヤ58章의 사업은 우리의 행위를 얘기하는 게 아니죠。58章はですね、私たちの行いを語るものではないんですね。イエス님이내안에임하셨을때、그분의 사역이 나를 통해 이루어지게 하는 예수믿음을 가진 자들을 말하는 것입니다。イエス様が私の中に望まれた時に、そのイエス様の御旨をなす人々の働きを指します。여러분이사야58장11절한번읽어보겠습니다。이사야書58章ですね。11節をちょっとお読みいたしますね。イザヤ書58章11節ですね。イザヤ58章11節をお読みいたしますね。이거한국말로좀갖다주시겠어요？네，한국말로좀。여호와가너를항상인도하여메마른곳에서도내영혼을만족하게하며내뼈를견고하게하리니너는물된동상같겠고 물이끊어지지아니하는샘같을것이라메슈와츠는이아나타오미지비키야케츠쿠치데아나타노카와키오이아시骨に力を与えてくださる。あなたは潤されたその水の枯れない泉となる。여러분하늘과연결되어끊어지지않은줄로끊임없이하늘의공급을받고사는백성들이바로이사야58장에참여한사람들이에요。天においてですね、与えられるこの水の供給をずっと受け続け、決して乾くことのない人々がこのことを。물된동산에식물이잘자라겠습니까？水が流れるところに植物は育つでしょうか？이물은무슨물을얘기하는겁니까？この水は何の水でしょうか？성령의물을얘기하는것입니다。これは聖霊の水を意味します。여러분이물을조금더깊이이해하려면에스겔47장을다읽어보면이해가됩니다。この水をですね、もう少し具体的に理解しようとするならば、에스겔書48章読めばよろしいですね。에스겔47장을화해부인의주석과함께여러분이읽어보시면참좋을것같아요복음주에에세키엘서47장ですね。これを화해부인의その仲介とともによく読まれたらいいですね。여러분은저에게듣기보다말씀에서듣고배워야되기때문에제가여러분에게교재를자꾸소개해드리는것이에요。皆様は私の話を聞くよりその御言葉から直接聞かれるべきなのでですね、その御言葉を紹介しています。에세키엘47장이바로이물을얘기하고있습니다。에스겔서47장ですね。それがこの水について語っています。하나님의성전으로부터물이흘러옵니다。神様のその神殿からですね、水が流れてきますね。여러분거기서부터우리에게보내주신성령이임하신다이말이에요。そこから私たちに聖霊が望みます。그런데그하나님보내주신말씀의빛에따라순종할때마다이잽니다이자를가지고물이내척이다천척이렇게재고있잖아요。そこを見ますとですね、水がこう流れ出すたびに水の高さを測っていきますね。물이처음에는발목에오다가무릎에오다가허리에오다가가슴까지올라옵니다。最初はですね、足首そして膝まで来て腰まで来てまた胸までいっぱい満ちていきます。그때그때마다성령의빛으로오는빛을따라순종하고순종할때물이충만해져서더이상발이땅에닿을수가없어서발이이제흠을치게되죠。このその時にふさわしく与えられる聖霊に従う時ですね。それにまだふさわしく聖霊は豊かに与えられ、やがてはですね、足が地につかず泳がなければならないほど満ちていきます。여러분이말씀이어떻게여러분이경험으로이해될까요？この言葉がどのようにして私たちの経験を通して理解することができるようになるでしょうか？바로첫째천사기별받고둘째천사기별에들어가면요이제는내힘으로가아니라성령의힘으로살게됩니다。第一天使、そして第二天使の教えをよく理解しますと、いよいよですね、自分の力ではなく聖霊の導きによって生かされます。神の御名で聖霊が점점부어질때、그래도발을땅에딛고그럴수있잖아요。まあ先の雨ですね、その時はまた足が地について歩くことができます。물에서걸어도땅을의지해서발이딛고
걷는 것이에요. 아, 미스가 됐으니 미치되기도 지분의 아시대 지면을 훈대 아르키마스. 그런데 성령의 물이 점점 차올라 올수록 이제 발이 땅에 닿지 않고 떠는 것입니다. 도구가 그런 세대가 됐으니 미치 아우레르고요이나리마스도이요이요그지면에 아시가 아츠코도 나고 우키마스. 물에 떠면 어떻게 되죠? 헤엄을 쳐야 되잖아요. 미스니 그런 우기양하러 또 됐으니 오용하나케레바 나리마센. 우리는 작은 빛에 순종할 때에 진리의 바다에서 헤엄쳐서 그 진리를 끄집어내서 증거하게 될 것입니다. 우리들은 그런 세례의 미치비기니에 따라 아이무 토끼니 이어 됐으니 신리니 미타사레 그 신리를 伝えることに 나리마스. 근데 그 물이 흐르는 곳마다 모든 식물이 살아난다 그랬어요. 도르가 그 미스가 나가르르 다 도로데 됐으니 그 스베테노 도로데 쇼크부스와 이키카에르. 이 물이 흘러가는 바다의 모든 생물이 다시 살아난다는 것입니다. 소시에 그 미스가 다도리츠쿠 우미데와 됐으니 아라이루 세부스가 이키카에르 또 아리마스. 하나님의 성전으로부터 내려온 이 물을 받아서 진리를 전하고 사는 이 백성들의 흘러보내는 진리가 세계를 구원하는 이 세상을 구원하는 빛이 될 거다 이 말이에요. 그리고 신전から 나가리다스 소노 히카리 데스네 소요 伝えていく 人々によって 전 세계적인 복음이 미치 아우레르도 이います. 내 자신을 주님께 온전히 드리는 참된 금식을 통해서 주님이 내 안에 일하실 때 우리는 진리의 바다에서 헤엄치게 되는 것입니다. 와다시 지신고 주님 간센히 아케와다스 도끼니 주님께 모치라레 우리와 온전히 자유히 신리의 우미의 위에 오용을 것도가 되기ます. 그들은 하나님의 사랑을 만났기 때문에 이웃을 사랑하는 일을 하고 사는 것입니다. 그 하나님의 아이를 얻었다ので その 隣人を 愛することが できる 生き方が できますね. 자, 12절부터 보겠습니다. 今度は 12節から ちょっと見てみたいと思います. 여기서 날짜들이 무너진 데를 회복합니다. ここで生まれた人々が 壊したところを 回復させていきます. 이런 자들이 안식일 회복자예요. このような人々が 안속비를 回復させる 人々です. 자, 읽어드리겠습니다. 자, お読みしますね. 58章 12節 です。 12절만 읽습니다. 12절 13절. 내게서 날 자들이 오래 황폐된 곳들을 다시 세울 것이며 나는 역대 파괴된 기초를 쌓으리니 너를 일컬어 무너진 데를 보수하는 자라 할 것이며 길을 수축하여 거할 것이 되게 하는 자라 하리라. 13절 만일 안식일에 내 발을 금하여 내 성일에 오락을 행하지 아니하고 안식일을 일컬어 즐거운 날이라 여호와의 성의를 존중한 날이라 하여 이를 존귀히 여기고 내 길을 행하지 아니하며 오직 내 오락을 구하지 아니하며 사사로운 말을 하지 아니하면. 14절은 안 읽어도 되겠습니다. 네. 일본어로 읽으시겠습니다. 일본어. 안속비니 아르기 마을을 것도 야메 와다시노 세나루 히니 시타이 것도 스루노 야메 안속비요 요로코비노 히토 요비 主の誠実を尊ぶべき人呼びこれを旅をするのをやめしたいことを続けず取引を慎むならその時あなたの主を喜びとするあなたは主を喜びとする私はあなたに他の地の聖なる高台を支配させ父祖ヤコブの修行を教授させる主の口がこう宣言される。 아멘. 이런 자들이 에덴에 무너진 하나님의 율법을 회복합니다. このような人々がですね、このエデン、そのエデンの安息をですね、回復させます. 예수님이 인성을 입고 이 땅에 오셨을 때 안식의 회복을 어떻게 하셨습니까? 예수様가 この 지존이 고라리다 토끼 안속비요 회복을 どのように されたでしょうか? 바로 이사야 58장에 사업을 하셨잖아요. 이사야 58장의 하다라키를 나섰단ですね. 예수님의 안식일마다 환자를 고치셨잖아요. 예수様は 안속비ごとに 人々を 癒されました. 요한복음 5장에 보면 중풍병자를 안식일에 고쳤다 해가지고 바리새인들이 시비를 걸었잖아요. 요한의 福音書 5章を 見ますと 예수様が 안속비に 중풍의 환자를 癒します. 유대인들이 그걸 못해 불만을 言います. 안식일에 일했다고 말해요. 안속비に 働いたからって言って. 또 일을 시켰다고 말해요. 맞아, 시고도 사세다도 있대. 왜냐면 자리를 들고 걸어가라고 하니까 말이에요. 도구를 못해 가스이래 아르카세다도 있대. 그래서 예수님을 안식일을 범하는 자로 정죄했습니다. 그래서 예수 様가 안속비를 오카스 히토 として 사다메마시다. 그때
5장 17절에 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 성도께 예수님과 고쇼 17절에 뭐라고 하셨다데시오까? 아버지가 이제까지 일하시니 나도 일한다. 父が 働いて おられる ので 私も 働きます. 여러분 우리는 예수님과 같은 대답을 할 수 있는 일을 해야 되겠어요. 私たちは イエス様のように 答えることができる 働きを なすべきです. 우리가 요한계시록 13장에 짐승의 표 환란이 오고 우리가 안식을 전할 때에 우리는 하나님이 이렇게 일하시니 우리도 일한다고 말할 수 있어야 돼요. 私たちは 今この 묵시록の 14章 において その終わりの観覧の時に神様がこう働くので我々もこう働きますという人になる必要がありますね。 아버지가 이제까지 일하시니 나도 일할 수밖에 없잖아요. 父が 今も働いておられるので 私も働くのだ。 왜냐하면 아버지와 예수님이 하나이니까. なぜかというと 父とイエス様は全く一つであるからです。 예수님은 우리와 같은 인성을 입으셨지만 자기 인성으로 일을 하지 않았어요. 예수님은 우리와 같은 인성을 取られましたけども 自分の人生を持って働くことはなかったですね。 자기의 신성도 두고 왔지만 우리 같은 인성도 아버지께 다 맡겼습니다. 自分の人生も神聖もですね全て父に委ねておられました。 그것이 예수님의 믿음이에요. それがイエス様の信仰なんですね。 그때 아버지가 예수를 통해서 일하고 계시는 것입니다. 父が 예수 그리스도를 통해서 働いておられるんです。 그 나타나는 일이 다 의고 사랑입니다. ですからその現れる全ては義であり愛ですね。 예수님은 우리의 믿음의 모본이십니다. 예수様は我々の信仰の模範であられます。 하늘에서부터 우리가 잃어버린 게 아버지에 대한 믿음을 잃어버려서 불순종으로 율법을 범한 것이에요. 我々が 天においてですね。 父へのその信仰を失ってしまったんですね。 우리는 예수님을 받아들임으로 예수 믿음을 가져야 합니다. 私たちは 예수 그리스도를 受け入れることによって 예수様のような信仰を持つべきですね。 예수님과 똑같은 예수 믿음이어야 안식일 회복 운동에 참여할 수 있습니다. この예수様と同じ信仰を持ってですね。 この安息日の回復の仕事働きにつくべきです。 그래서 셋째 천사의 기별은 진실로 믿음으로 말미암는 의다 그랬어요. ですから第三天使のメッセージこそが真のこの信仰による義であると言えますね。 왜냐하면 안식일 회복은 안식일을 세우신 주님이 오셔서 회복시켜 주기 때문에 그렇습니다. なぜかというと安息日の回復はですね安息日の主が来られて回復してくださるからです。 그래서 우리가 행하는 모든 일은 내 일이 아니고 주님이 내 안에 하신다고 우리는 증거해야 됩니다. ですから私が働く全ての働きは私の働きではないことを証明しなければなりませんね。 예수님이 아버지와 하나 되어 일하심으로 아버지의 영광을 돌려드린 것처럼 예수 그리스도가 父と一つとなって父に栄光を期されたのと同じように。 예수님은 아버지의 증인이었습니다. 예수님은 마사니 ですね 父なる神の証人であられました。 우리도 예수님의 증인이 되어야 됩니다. 私たちも 예수様の ですね 証人となるべきです。 내가 사는 게 아니고 예수님이 내 안에 하셨을 때 이게 주님이 하신 거라고 증거해야 되는 것이에요. 私が 生きるの ではなく 私の中におられる主がなさったんだということを証しする必要があります。 무너진 데를 수고하는 이 백성을 통해서 온 우주 앞에 하나님의 품성이 회복될 것입니다. そして倒されたこの全世界の前でですねもう一度神様の愛と品性が明らかにされるべきです。 이거는 우리 인간의 의가 아니고 주님으로부터 행하시게 하는 주님 거다 이 말이에요. 그와 我々人間から生まれたものではなくて 神様ご自身のものを明らかにするものです。 우리가 예수를 믿음으로 예수님과 하나 될 때 이게 가능해진다 이 말이죠. 예수様のと信仰によって一つになる時にこれが可能となりますね。 그래서 성경 전체의 복음은 예수님과 하나 되는 복음입니다. ですから聖書全体はイエス様と一つとなる福音です。 그게 믿음으로 말미암아 얻은 의 아닙니까? それが信仰によって得ることができた義ですね。 예수님께 받은 의. 예수様から 受けた 義です。 예수님은 아버지의 것을 우리에게 주시고 주시려고 오셨다. 예수様は 고지분のものを与えるべくこの地上に来られました。 우리 죄는 율법을 행함으로 어렵게 될 수 없었어. 아버지의 의를 우리에게 주시려고 예수님 오셨다. 我々は 行いによって ですね 義となることができない故に 父のものを与えるべく イエス様は 来られました。 마사의 복음이 전부 이런 복음이에요.
ローマ書の福音はですね、このような福音が記されています。근데여러분이제내가삶속에이봉사를하고싶은데뭐가두렵습니까?このような働きをなしたいのに、なんか恐れるものがあるでしょうか?여기에필요한모든것을주님이채워주십니다.これに必要なすべてを主が満たしてくださいます。제가이일을할때정말빈손들고내자신을주님께드렸을때주님이다주셨어요。私がこの両手ですね、空っぽの手を持ってこの働きについた時、主は必要なものすべてを与えてくださいました。시대소망의말씀한말씀읽어드리고마치겠습니다。각자の希望のですね、言葉を皆様に紹介して終わりにしたいと思います。우리가가진재정이사업을하기에충분하지않은것처럼생각될지라도우리가전능하신하나님의능력을믿고믿음으로전진하면풍성한원천이우리앞에공개될것이다그사업이하나님께속한것이면그일을성취시키기위하여하나님께서는친히재정을준비하실것이다하나님께서는당신을정직하고단순하게의뢰하는자에게보답해주실것이다하늘에계신주의사업에현명하고경제적으로사용된적은물질을나눠주는바로그행위가운데증가할것이다私たちが持っている財政が働きに十分でないように思われても私たちは全能なる神を信じ信仰によって前進するならば豊かなその源泉が私たちの前に公開されるであろうその働きが神に属したものであるならばその働きを成就するために神ご自身が自ら財政を用意されるのである神は神を正しくかつ単純に信頼する者に報いてくださる天におられる主の働きに賢くかつ経済的に使用される少ない物質を分け与えるその行為の中に増し加えられるのである여러분여기하나님께서우리필요를다공급해주신다는데는하나의조건이있지요ここを見ますとですね神様が必要をすべて満たしてくださるという約束の中には一つの条件がありますね우리가하는일이아버지께속한일이면我々の働きがですね父なる神様に属するものであるならばです하늘의기별을통과시키는그일이면天のですね身胸をこれを明らかにするような働きであるならばです아무것도염려하지말라何も心配することはない재정이아무리적을지라도나눠주는그재정을통해서계속받아서쓸것이다この財政が足りなくてもですね分け与える小さなものを通して豊かに満たされるだろうと하나의도시락을예수님께드렸더니수천명을먹이고또거두어드리는게더많았단말이에요この一人の子供のですね、差し出すお弁当が何千何万の人々を食べさせて余ったんですね。우리가가진모든것을주님의제단에내놓고주님께드리고주님이하라는그일을하게될때주님은거기서계속나눌수있도록축복하십니다。私たちが主がやりなさいと行いなさいと言われたものを行う時にですね、主は分け与えるものを通して十分に満たしてくださるんですね。이것은물질이됐든지사람인력이됐든지지식이됐든지지혜가됐든지영혼을돕는일에필요한걸다주신다これはですね財政のみならず例えば人の能力やあるいはその時間必要なすべてを神様が満たしてくださると約束してます우리가가진것작은것을이웃을구원하기위하여나누어줄때나는거기서또들어와서더많아집니다我々がこの人々の隣人にですね分け与えるときに分け与えられたものの中からまださらに豊かに与えることができるわけですね。내가조금알고있는하나님의말씀을다른영혼들에게복음을전할때하나님께서나에게끊임없이채워주십니다。私がわずかしか知っていないこの福音を人々に伝えていくときに神様がその福音を絶え間なく満たしてくださいますね。여러분이건저경험에있어서너무나생명약속입니다これは私のですね長年の経験を通して申し上げていますのでとても生々しい証だと言えます정말제가빈손들고가난하게내자신을주님께드렸을때지금까지하나님은계속공급하십니다私がですね手ぶらで神様の御旨を行う時神様は絶え間なく満たしてくださいました가난한자에게구제하는것은여호와께서구워가시는것이므로도로갚으신다는것입니다この貧しい人々を助けると働きはですね
この主に借りを作るようなものなので主がさらに満たしてくださると言います。여러분지극히작은자하나에게행한것이예수님은자기에게했다그러잖아요。最も小さきものにしたことを主は私にしてくれたんだとおっしゃいます。우리는대부분형들과죽어가는영혼들에게나눠준그것은전부다주님께하는것이기때문에풍족하게갚아주십니다。貧しい人、病にかかった人、困った人を助ける働きはイエス様をために働くわけですから、主はその働きを豊かに満たしてくださいます。제가믿고일하고걸어온주님은그런분이었어요。私が信じて歩んできた道はですね、まさにそのような道でした。ですからこれらの御言葉を読みますとですね、これ全部私へのメッセージそのものですね。내길을성경에연해주는미리다기록해놓은것같아。まさにですね、私の道、人生の道なりにそれを記録してくださったような気がするわけです。우리가그말씀을받고실천할때그와똑같은말씀이내삶속에서전거됩니다。その御言葉を受けて生きるときに。私の人生の中で全く同じようなものが証として立てられますね。그래서마지막성도는하나님의계명을지키며예수의증거를가진자가되는것입니다。ですから終わりの時代を生きる人々は神の戒めを守り、イエスの証を持つ人々となるんですね。이런사람으로이런복음을전하도록하기위해서우리에게이제연애신이왔다는것을다음시간에말씀드리겠습니다。このようなですね、働きのために主は予言の踏みを与えてくださったということ。これは次の時間にまた申し上げたいと思います。여러분예언의신을예수의증거로우리가가지고있지만책에있는것만으로는이일이일어나지않습니다。この予言の文が与えられましたけれども、この本の中に記録されただけでですね、これらの働きがなされるわけではないんですね。이말씀들을내마음에받아씹어먹으면우리의삶을통해그말씀이성취됩니다。これらの働きを言葉をですね、私がよく噛み砕いていくならば。生活の中でそれは表されます。그래서말씀하신분이살아계시다는걸증거하게되는것이에요。そのようなことを通して語られた方が生きておられるということを証しすることができるようになります。오늘여기까지하고마치겠습니다。今日はここまでといたしますね。여러분의내들의숙제들을집에가서열심히연구하셔서이시대에안식일을수호하는백성이되기를바랍니다。皆様にお出したその宿題ですね、きちんと読まれて。終わりの時代に安息を回復する民となることをお祈りいたします。기도드리겠습니다。お祈りしますね。아버지저희들이렇게되기원합니다。父なる神様、私たちは本当にこのようになりたいと願っています。예수님재림전에반드시노정대운동으로복음전파가끝나야합니다。終わりの時、イエス様の再臨前にこの後の雨で終わらなければなりません。그노정비를받기위하여우리가어떻게이른비의경험을통해서준비해야되는지가르쳐주셔서감사합니다。노치노아메노소나에노다메니사키노아메노경험을통해서오시에드가사테감사이다시마스。주님저희들이번에받은빛을소멸치않고더밝은빛깔들어나가기를원합니다。この度受けられた受けることができました。この光を通してまた前進したいと願っています。사랑해주님우리의각자의손을잡아이끌어주시옵소서。我々の手を取ってお導きくださいますように。イエス님이름으로간절히기도드립니다。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。